お昼になりました。阿部寛です。本日もよろしくお願いします。さあ今日はもう時間がないです。もう目の前が現場なんですけど、12時ジャストに入らんといけんのですよ。今11時41分、はい、まあ、10分ぐらい時間があるんで、まあ、なんとか昼飯は食えると思います。はい、今日はペヤング超大盛りと、あとコロッケ買ってきましたね。セブンのコロッケね。はい、じゃあいただきます。今日ね、予備車なんですよ。自分が乗ってるいつものギュトロトラックがね、ちょっとエアコンが効かなくて、全然修理に入ったので、予備車に乗ってます。走行距離36万5000キロのギュトロなんですけどね、同じギュトロですけど、ちょっと型式も年式も古いやつです。でもエアコンはがっつり効きます。はい、最高。甘くて美味しい。食べたくなるでしょ、これペヤング見よったら。ペヤング全然これソースが絡んでないけど、いいよもう今日時間ない。だってもうまだ梅雨ですけど、予想もうね35度とか6度とかさ、もうどうでもいいような気温でしょう。うん、エアコン効かないと本当死んでしまう。命に関わるんで。うん、いや乗り換えてよかった本当。明日まで我慢しようかと思ったんですけど、ちょっともう無理じゃ思うて、しかないわ。うまっ。
より早く食べれたな。ああ。いや、結構エアコンって最初だけ効きがね、いい時とかパターンあるじゃないですか。これ大丈夫だわ、ずっと冷たいわ。うん、食後のタリーズブラック。ということで、本日はセブンイレブンでペヤング超大盛りと、あと北海道じゃがいもを使った、牛肉コロッケをいただきました。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。以上倒れんのか。